闘開始。さて、手も足も最高の痛みだっただろうが。明らかに被弾の実力は上にあった。しかし慢心は油断を生み、油断は隙を作る。その隙を鹿丸は見逃さず、形勢は逆転。被弾は敗北し地に沈むのだった。一方各図は圧倒的な戦闘経験を生かし、畑かかしを徐々に追い詰めていた。ところが事態は急転する。突如その場に九尾の人中力渦巻きナルトが現れ、各図の前に立ちふさがったのだ。お前が九尾の人中力か。真実で決めてやる。お前の方から来てくれるとは、探す手間が省けたぞ。戦闘開始。いかに強力な術があろうと、俺の経験に勝るものはない。圧倒的な戦闘経験の差、各図は標的を確実に追い詰めた。しかし渦巻きナルトはその苦境を巻き返し、歴戦の強者各図を相手に勝利を収めた。若き目の台頭、
歴史の風は大きな変革を迎えようとしていた。そしてそれは木の葉より遠く離れたとある場所でも見ることができた。ウチハのアジト、そこにウチハイタチとサスケの二人が対峙していた。ウチハを背負う兄弟の激突、血を分けた二人の決闘が今まさに始まらんとしていた。俺の悪夢は今日ここで終わる。イタチ、あんたを葬ることだ。お前のその目では何も捉えることはできない。何者？戦闘開始。ソラ、ソラ、こいつを使う。付き合い。終わりだ。ソラ、オーカー級の手だ。ソラ、終わりだ。これで終わりだ、サスケ。命の火をかけた両者の攻防。イタチの実力はサスケを上回っていた。それでもなおサスケは倒れず、最後まで抗った弟に対し、兄は意志を残し、ここに倒れた。イタチの死、そして兄の真実はサスケの心を揺さぶった。揺れた心はやがて憎しみへと変わり、ウチハサスケは闇に歩むことを決意するのだった。そしてウチハの決闘と時同じく、伝説の三人が一人、ジライヤは暁の調査のため雨隠れの里へと侵入していた。しかしそこで相まみえたのはかつての弟子の一人であり、今や暁の一人として暗躍するコナンだった。まさかお前が暁に身を落とすとは。所詮先生に私たちを理解することなどできない。あなた暁にあだなす者は誰であろうと関係ない。ただと開始。
ただ一つの目的のため、私は戦う。たとえ死が相手であっても手を抜くことはなく、ジライアはコナンの術に翻弄され、そして戦場に現れたペイン陸道の攻撃によって雨に散った。もはや彼らの野望はとどまることはなく、ジライアを退けたペインとコナンはついに九尾捕獲のため木ノ葉隠れへと進行する。突然の襲撃を受けた木ノ葉は阿鼻叫喚に包まれ、強大なるペインの力によって瞬く間に崩壊していった。木ノ葉に残されたのは絶望に沈むものとむき出しの大地。しかしその中にあってもただ一人ペインに強烈な怒りを向ける者がいた。それこそ仙人の力を宿した渦巻きナルトであった。人外の気迫を抱くナルトに対し、ペインのうちに焦りの色はなく、思考の同日リンネガンはただ目の前の標的に狙いを定め、かくして神と仙人との戦いは始まるのだ。むちゃくちゃに仕上がったお前は絶対許せねえ。いくら吠えたところで状況は変わらない。強大な力を前に弱者はただ逃げ惑う。お前はここで終わる。